はいどうも、長坂レモンです。本日は、ウィザーズ・オブ・ザ・交渉者様より、ご招待いただきましたアーリーアクセスイベントにて、収録しております。というわけで、今回こちらになります。ババーン。白タン、コントロールよりはリアニっぽい形になるのかなと思います。はい。ファイレクシャーの門、ポータルがね、めちゃくちゃ強かったということで、はい。これをめちゃくちゃ強く使いたいと。で、そうなった時に、いっぱいたくさん出せるカードっていうのはいるんですよ。はい、目覚ましい修復術ですね。このカード私が大好きなので、このカードをできるだけ使いたいと。で、そうなった時に、墓地に落とすカードだったりとか、たくさん並べることができるカードっていうのはいっぱいあるんですよね。例えば、キャントリップの神使い棒だったりとか、今回追加されました戦闘の打破者みたいなカードだったりとか、映画城だったりとか、セレスタスもね、カード墓地に送れるカードですよね。で、どうしても白タンって、プレーンズウォーカーの処理がめんどくさくて、除去もインスタントだけでそんなたくさん取れるわけじゃないってことで、そこに地ならし屋が刺さっていい形になったのかなっていう印象にはなります。はい。で、このデッキ、思った以上に回しやすくて、なんでかっていうと、キャントリップがめちゃくちゃ多いんですよね。はい。神使い棒と、戦闘の打破者はキャントリップ、ラフィーンの密通者はルーター、で、映画城は土地サーチで、セレスタスもルーターもできるということで、めちゃくちゃにキャントリップ多いんですよ。なんで、事故ることが少ないかな。赤弾の後手番で、向こうが熊野から入ってきた時に速度で負けることはあるんですけど、事故ることはあんまりないかなと思います。キャントリップで引きまくれるんでね。はい。そして、今回ですね、この精霊界との接触も強く使いたくて、このカードって、根力で捨てることによって、アーティファクトやクリーチャー1体をブリンクできるんですよ。なんで、この戦闘の打破者あたりをブリンクしてあげることによって、最初ね、3マナ11で出して、1ダブルで出してワンドローしながら、もう1回ブリンクして、もう1回ワンドローできるということで、はい。そういうのも非常にありなのかなっていう印象はあります。はい。で、それ以外にもね、修復の充電みたいなカードもあったりと、で非常に回しやすくなったと思うので、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで、本日もアーリーアクセスで遊んできました。勝率いくつだろうね。結構高かったと思います。体感はね。はい。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープのハンドですね。キープしましょう。密通者から入って、ポータル落として、こっちから入るか、セレスタスから入るかはちょっと考える形になるかなと思います。バルモア。相当まずいですね。うん。早いこと動かなきゃいけない形になってるかなと思います。はい。それだとセレスタスから入る方が強いかな。うん。リアニを引いたときに、セレスタスから動いておくと、そのまま撃てるので、ただ、バルモアは単品だとそんな強くないんですよ。せいぜい果敢1体分なんで、周りにクリーチャーが増えてないだけ全然マシかなと思います。うん。で、グリクシスだと、切り崩しとかは多分入ると思うんですよ。ライスト。はい。こいつって速攻つけないよね。トランプルだけ。これは一旦セレスタスでいきましょう。集団疾走引けたので、集団疾走で戦ってあげる動きもできるかなと思います。盤面にクリーチャーが並ぶかどうかですね。これは一旦流しましょう。こっちのデッキは結構ゆっくりできるデッキなんで、さっきのターンにバルマーから他にクリーチャーが出ないこと考えても一応流せるとは思うんでね、クリーチャー自体はそんな引けてないんじゃないかなと思います。で、戦闘の打破者だったりとかで、あとは土地をしっかりと回収しながら目覚ましい修復術でポータルまで行ければさすがに勝てるかなと思いますね。うん。ポータルはさすがに強いので、ヤヤバー。ヤヤバーはちょっと嫌ですね。地ならし屋が必須になっちゃうので、ここ土地積もれないと相当終わってると思います。積もりましたね。オッケーオッケー。エンド。ブロックしながら精霊界との接触で、あんまり問題はないと思うので、これ何？なんか面白いカード入れてますね。うん。キッカーで死ぬと、バーランですね、これは。3マナで使えるバーランって感じかなと思います。これはなんかめんどくさいが続きますね。あなたがカードを引くならなんで、まあまあまあ一応メイン2で止めます。殴ってこないと思うんで、それなら、こっちをブリンクしましょう。ここに除去打たれてもいいんですよ。このタイミングで除去打たれるなら打点上がんないんで、相手の。なのでまあ今のうちに、切るなら切ってほしいですね。どうなのです。これはまあ問題はあまりないかな。エルスはドローが2倍になるって書いてあるんですよね。1234566、まあ一応打破者置いておくのが強いですか。打破者置いて、まあ土地積もれたなら両方とも流しましょう。土地が積もれたなら流して大丈夫です。積もれなかったらまあセレスタスとかも起動できなかったし、ちょっと面倒くさかったですが、偶像破壊者、これは偶像破壊者が残っちゃいますかね。まあでも相当強い形にはなるのであまり問題はないかなと思います。ああでもそうか、こっちで先にトークン取れば問題なく動けるんですね。で土地は置きましょう。どうせ地ならし屋は出します。どうせ地ならし屋は出すので土地は置いときましょうか。ややバーをしばくことからスタートだと思うので、ややバーをしばいてもう相手の顔詰めにいっちゃって問題ないかなと思います。で相手からパクるのはこの天空者の士官で問題ないかなと思いますね。飛んでるのが偉いと思います。まああとは結構楽になるかなっていう印象もありますしね。バーランが結構、いや違うな、これ稲妻入ってきましたね。相手の顔を狙いたかったんでちょっと嫌なんですけど、まあ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 蘇生ができなくなったぐらいなんで特に問題はないかなと思います。相手の強いカードはどんどんパクってあげましょう。地ならしやこのややバーをしばきます。これで対戦相手投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあキャントリップ生物結構いるんでキープでいいかなと思いますね。ラス5もありますし結構いい形で動けるかなっていう印象です。まああとはなんか中古素材あたりの何かしらを積もっておれればいいかな。まあ追加のキャントリ生物でもいいですしね。土地をしっかり稼げる何かは欲しいかなと思います。トータル兵士はまあラス5を何回か打つことになるとは思うので、一応こっちがあんまり手札が減らないタイプのデッキなんでね、そこら辺を強みにして動いていくのがいいと思います。ブラストゾーンは X2 あたりにしておくと相手としてはすごい嫌がると思いますね。なんでまあ相棒を置いて多分その後何もできなくなるので、そのタイミングでねブラストゾーンあたりに動いてもらいましょう。カチカチしてますね。まあまあまあ1マナのカードと2マナのカードの交換ですけど、コタン兵まあ問題はないかなと思います。で次のブロックの仕方だけ考えるで問題ないですね。相棒を下手なブロックの仕方するとラス5ってバレちゃうので、なのでブロックの仕方だけは考える形でいきましょう。例えばね、粗暴な聖戦士とかで、まあ、取ることはないと思いますけど、そういう動きをしてきたときに、まあ、すごく強くなりますね。ただ、御三兵は嫌ですね。トークンが2体残っちゃう。まあ、この4点、ちょっと止めて、一旦精霊界との接触にしておきます。と思いましたが、ラス5引きましたね。いやでも一旦接触の方が強い気がしますね。もうちょっとゆっくりやりたいですね。エンド。あとはもう何枚かキャントリ生物かルーター生物だったりとかも引いときたいとこではあるので、うん、まあ置物除去系統はまあ兵士ありますけど、メインに出るかどうかが分かんないぐらいなので、うん、まあ何入ってるかはまだいまいちよく分かってないですからね。ミュレルとか出てきてくれて、それを流せるとすごく楽になる気はしますね。うん、ただレジェンダリーランドまで入ってるので、青白だけじゃない可能性はすごくあるかな。ナヤカラーだったりとか、あとは、まあ、ナヤカラーって赤緑も入ったりする可能性あるんで、うん。そこら辺は注意必要かなとは思います。まあそこ以外は多分大丈夫なんじゃないかなっていう印象ですね。うん。兵士。ミュレルあたりが一番ありがたいですけど。レイルドか。こいつ止めはしますけど、こいつは多色なんですよね。サリア、あーちょうどよかった。うん、じゃあ一旦全部流しましょう。ワンドローはされちゃいますけどね。うん、多色なんでワンドローはされちゃいますけど、まあ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 一旦全部流せたので OK かなと思います。あとは地鳴らし屋ぐらいまで到達できれば、さすがに向こうから打点がなくなるとは思うので、まあブラストゾーンは早めに2にしておきたいですね。またね、蘇生。まあトークンは、いやこれ追放だからトークン出ないか。うん、追放なんでトークン出ないですね。ただこれ一旦何もできないか。ブラストゾーン X2 にしとくぐらいで、場合によっちゃ3もありですね。うん、2が一番強い気はしますけど、3もありかなっていう形だと思います。土地引けなかったら最悪修復術だけ使う形でも問題ないかな。うん、4まではさすがにブラストゾーンする必要はないと思うので、一番多いの2だと思うんでね。うん。ただ、なんか、精霊界との接触をチカチカしてる関係上、微妙なラインな気がしますね。あ、3は打てないか、こっち。3打っちゃうと、この精霊界との接触が反応しちゃってめんどくさいことになるんで、うん。2か4しかないですね。まあ、ミュレルだとどうしようもないので、2が一番楽かなと思います。うん。6、7、8、9なんで、除去するか何かしらするしかないか。うん。そこにある英雄の固有値は使えないので、土地積もれなかったんですよね、悲しいことに。土地積もってたら修復術でドローだけしてなんとかっていう手段もあったんですけど。ミシュランこれって兵士だけだもんね。こいつって組み立て作業員だよね。いやエンジェルファイアイグニッションかこれ。いやエンジェルファイアイグニッションないですね。赤土地ないんで、うん、こっからエンジェルファイアイグニッションが飛んでくることはないと思います。止まりましたね相手。カウンター？でも青白カウンターさすがにここまで入れてるデッキには入れれないと思うんですよね。うん。ってことは何かしらの除去だと思います。まあこれで地鳴らし屋もポータルも出せるようになったんで、うん。結構動きとしては楽になったかなって印象ですね。一応次のターンは地鳴らし屋あたりでお茶にごしときたい気持ちはありますけど、まあミシュラン映岩城、いやでもインスタントの動きなんですよねこれ。今の11か、うん、そうですね。こいつが2体出てくるだけかなと思います。言うてちょっと今重いんですけどねうん、こいつは22相当なんでちょっと重いとこではあるんですけど、22相当か33か、いや22相当か。うん、これ使おうがこっち使おうが22相当ではあるので、もう1体いると結構終わってる寄りだと思います。少なくともラスボスもんないとゲームになんなくなりますね。うん、そうじゃないならギリギリ耐えかな。うん、てかこれあるならもっと早い段階から使ってたと思うので、さっきのターンの引きなんじゃないかな。うん、もっと早いターンからこれ使って詰めれたタイミングあったと思うので、なんで多分さっきの今引きのやつだと思います。これってソーサリー限定じゃないか。あ、やっぱり映画城もありますね。5マナ、いやこれは鋳造所をダブ風呂でいきますか。さすがにミシュランの方が厳しいです。うん、まあ地ならし屋でトークンの方が厳しいか。うん、下手にトークンからめんどくさいことが発生されたら困るので、うん、一応トークンをしばく形で問題ないかなと思います。あと1点上がらなければ耐えているので、うん、耐え切りましたね。じゃああとはポータル置いて勝ちかなと思います。でもライフ1点なんでまだ怪しいですけどね。うん、まあミュレルパクって他のカードパクってで問題はないので、うん、サリアも毎ターン落とすことできますし、まあ、とりあえず一旦ミュレルをパクりましょう。ミュレルパクって修復術でもいいかな。うん、地ならし屋でサリアはしばきます。映画城もありか。うん、土地をこれ以上置く必要はないです。ブラストゾーンかこの溶かし屋しかないので、で速攻持ちもさすがにミュレルで止まってると思うので、うん、でさっきのターンこれのレジェンダリーの破壊不能が使えないんですよ、相手目線。いや、ミュレルのせいでね。これって確か、いや、アーティファクトやあ、これ、土地は使えるのか。あ、で、使おうと思って悩んだんですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、見ていただいたらわかる通りね、基本的には、まあ、この辺のね、修復術でバッて出して戦っていくっていうのと、まあ、ポータルがめちゃくちゃ強いんで、これ通して遊んであげるのがいいのかなっていう印象があります。はい。まあ、それ以外にもね、まあ、キャントリップの多さっていうのは本当に安定度につながるってことで、手札があんまり減らずに戦えるんですよね。はい。それが非常にいい感じなのかなと思います。で、土地は24なんですけど、まあ、キャントリップとこの映画城とかで引けるでしょうの形になってるので、はい。まあ、たまにね、この辺のでかいところだけ固まって終わることもあるんで、その辺だけ注意はしてほしいかなと思います。まあ、なかなかないですけどね、確率的には。うん。それと、今の環境は全体軸が結構ぶっ刺さるような環境、特にまず国別が刺さる環境なんですよ。この敵も国別めちゃくちゃ刺さるんで、まあ修復術は国別に弱いっていうのはね、まあ周知の事実であると思うんで、はい。なので、まあその辺だけ注意しましょう。それと、対アグロに対してなんですけど、やっぱりまあ対アグロに関しては、全体除去だったりとか、まあピン除去、初動の除去欲しいかなと思いました。まあ、キャントリップ生物で下固めてあるんですけど、自分の動きを強くするためにね、固めてあるんですが、どうしても赤タンとかでね、下に殴られ続けて終わるっていうこともあったりするんで、まあ、ライフゲインの要素、まあ、セレスタス以外のライフゲインができるカードだったりとか、まあ、除去だったりとかを入れてあげるのはありなのかなって思います。はい。そんなわけで、まだまだ遊ぶ幅も広そうですし、まあ、白タンは普通にアグロっぽいこともできると思うので、はい。まあ、今後とも面白い形になっていくかなと思います。はい、というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。